澤部さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では、言い換えが重要というところです。そして、その言い換えは、じゃあ、どっから見つかるんですかと言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。澤部さん、文学などの長文行ってみたいと思います。皆さん、今から扱う長文の全体像なんですが、段落が7つ、そして設問が15個の内容一致、そして下線部説明の問題なんですが、さあ、もちろんの動画の視聴時間のことを考えるとですね、ちょっとさすがにこれ全部やると長くなってしまいますので、その中から2つの段落と設問4つですね、これを抽出してやってみたいと思いますので、頑張りましょう。澤部さん、第1段落でございます。皆さん、一読をしていただいた後、皆さん、説明のシート選択肢ですね。皆さんも答え出ますので、ちょっと検討していただけると嬉しいかと思います。で、皆さん、説明の指示がですね、ここと対応しているかと思いますので、皆さん、この before 前の文章ですかね、を一読していただけると答えが絞れるかと思います。で、皆さん、読んでみますとですね、Sea bathing was almost unheard of in Europe ということで、まあ、耳にしたこと、聞いたことがなかったと書いてますよね。で、それの言い換えが皆さん、選択肢の中から見つかっているかと思います。で、皆さん、この×にしたところですね、それに関しては多分本文中にはなかったかと思います。で、皆さん、正解は C ということでよろしいかと思います。It is very unusual ですよね。普通とは違う、いつもとは違うということでございますが、もちろんこれですよね。unheard of ということですから、耳にしたことはないですよ、聞いたことないですよ、噂に聞いたことないですよという話ですから、普通とは違うというふうに言い換え可能と考えていただいてよろしいかと思います。で、皆さん、もちろん根拠とした場所ですが、これですよね。B 動詞の右側と考えていただいてもよろしいでしょうし、unheard ですね。否定語でございます。ですから、否定語から右側は、根拠となってくる可能性が極めて高いですよね。このあたり情報構造バッチリです。で、皆さん、もちろん、正解になった選択肢のところもそうですね。B 動詞の右側と考えていただいてもよろしいでしょうし、もしくは、unusual ですよね。やはり否定語絡んでおりますので、否定語から右側を熟読してくださいね。皆さん、第2段落でございます。一読をお願いしたいんですが、皆さん、注釈ついておりましてですね。こちら、副学長、カム川。ムチ打ち、ランチキ騒ぎ、奔放な、妊婦、妖精ということでございます。この段落でですね、説問3つ解いていきます。サミさん、画面はですね、段にではなく前半でございます。皆さん、問いの17番、説問の指示が 16th century ということでございますので、実際に絡んでくるのはこのあたりかと思いますので、ちょっと皆さん、この手前までですね、もう一度一読よろしくお願いいたします。さあ、皆さん、問いの17番ですが、皆さん、選択肢見えているかと思います。で、根拠とする場所は、先ほどもお伝えしましたが、おそらくこのあたりからだと思います。ですから、ここから、4行ですかね、の文章を一読していただいて、そして、選択肢、検討していただけるとよろしいかと思います。おそらく皆さん、ヒントとなるであろうところにちょっと線を引っ張ってみましたが、皆さん、このあたりですね、ディクリーはちょっとわからなかったとしてもですね、forbidding members of the university to bathe in the cum ということで、その大学生の人たちにですね、入浴すること、川の中に入って泳ぐことですかね、それを禁止している話があったり、もしくは皆さん、ペナルティ、罰として、パブリックフローギングですね、人前で鞭打ちをするというところです。だから、そのあたりを踏まえていただきますと、選択肢選べるかと思います。
デビさん、本文と違うところとか、本文に書いていないものですよね。ちょっとそのあたりを×にしてみましたが、どうでしょう。ということで皆さん選択肢 A が正解ですよね。There was strict punishments ということで皆さん罰の話ですよね。しっかりここに書いております。パブリックフロギングということで、まあ人前で鞭打ちをすることが書かれておりますので、ここで皆さん言い換え可能ということで選択肢の A が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さんヒントとなった場所はどうですかって言われたら、例えばこのあたりであれば、皆さん一周という一般動詞の右側ですよね。まあ、文末ということでもよろしいでしょうし、もしくはパブリックフロギングの左側見ていただきますと、was B 動詞ですね。B 動詞の右側、もしくは文末ということでもよろしいかと思います。で、皆さん正解となった選択肢 A ですね。これも皆さん B 動詞の右側ですよね。情報構造バチです。さあ皆さん、段落後半でございます。皆さん、その次の音の18番ですが、ここの下線部ですね。これと言い換え可能なものを選択肢の中から選ぶという問題でございます。皆さんもこのタイミングで、できるかと思いますので、ご検討よろしくお願いいたします。で、皆さん、下線部なんですが、towards the end of the 17th century ですね。17世紀の終わりにかけて、this prejudice、この偏見が did begin to lessen ということで、まあ、減り始めておりましたということですね。で、ここから皆さん行っていただいてもよろしいでしょうし、もしくは、bathing in pools and rivers became quite common ですよね。まあ、ありふれたものになりましたよというところから皆さん考えていただいてもよろしいかと思います。で、皆さん、減り始めたと書いてますからね。ということは、皆さん、この×にしたところをよく見ていただけると、全く違うと。本文とは該当しないということが分かっていただけるかと思います。で、皆さん、正解は選択肢の B ということでよろしいかと思います。There was less opposition ですよね。ですから、反対されなくなったというところでございます。反対されなくなったからこそ、皆さん、quite common ですよね。まあ、ありふれたものになったというふうに考えていただくこともできるかと思います。もちろん、ヒントはどこですかと言われたら、例えばこのあたりであれば、begin ですよね。一般動詞の右側。もしくは文末と考えていただいてもよろしいかと思います。そして、このあたりですかね。皆さん、became という一般動詞の右側がヒントになっているかと思います。で、皆さん、正解となった選択肢もこれですよね。was という B 動詞の右側。もしくは、less という否定語から右側ですよね。特に否定語から右側ってのはよく出てきますね。もちろん、文末と考えていただいても情報構造バッチリです。さあ皆さん、最後問いの19番でございます。皆さん、説明の指示を読んでいただけると、この段落のポイントは何ですかという話なんですが、今読んでいただいている段落の後半でいけるかと思いますので、もう一度一読をしていただいて、選択肢検討していただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、選択肢眺めていただきますと、ルーリングクラスですかね。支配階級のお話が書いておりますので、該当箇所は多分このあたりかと思います。で、皆さん読んでいただけますと、この点々点振ったところ、このあたりと皆さん言い換え可能な選択肢が見つかっているかと思います。で、皆さんこの×したところですね。これが皆さん本文と異なっているかと思います。で、皆さん選択肢 B が正解ですよね。皆さんこの点々点引っ張ったところを見ていただけるとよろしいかと思いますが、水泳は、泳ぐことはですね、ド不道徳な行動を引き起こすかもしれないということです。で、不道徳な行動という話が皆さんこのところですよね。オーギーズということで、まあ、乱痴気騒ぎというところでございますので、言い換え可能ということでよろしいかと思います。で、皆さん、場所はどうですかと言われたら、皆さん、このあたりであれば、アソシエイティットですかね。一般動詞の右側と考えていただいていいかと思います。で、皆さん、正解となった選択肢も、そうとですね。一般動詞の右側でございます。もちろん、文末ということでも、情報構造バッチリです。サムさん、お疲れ様でございました。
皆さん、七段落設問15個ある中でですね、前半部分をピックアップいたしましたが、皆さん、中盤から後半にかけてもですね、やり方は全く同じでございますので、その点は皆さん安心かなというところでございます。で、皆さん、レベルがもうそんなに難しいというわけではないかと思いますので、満点狙ってですね、頑張っていただけるとよろしいかと思います。で、じゃあ皆さん、ここからまあどうしますかということなんですが、皆さん単語とか熟語をまあ覚えたり、文法にこう前向きに取り組んだりっていうのは皆さん頑張っていただいてるかと思いますが、やっぱり速読力ですよね。絶対に必要になってくるかと思いますので、その速読、ということを考えると、やっぱりこれが必要ですよね。皆さん、音読ですよね。ですから、皆さん、音読を、皆さん、前向きに取り組めばですね、読むスピードはもう自然に速くなってくるのはもう間違いないかと思いますので、ですから、頑張ってる方いらっしゃるかと思いますが、まだ不十分ですという方はですね、残り期間、ちょっと頑張っていただけると嬉しいかと思います。では、明日以降もよろしくお願いいたします。